3年前、東京地検特捜部に逮捕・起訴された被告が、違法な取り調べによって精神的苦痛を受けたとして国を訴えた裁判で、国側は争う姿勢を示しました。訴えているのは、3年前、詐欺などの罪で東京地検特捜部に逮捕・起訴され、今も拘留されている太陽光発電関連会社テクノシステムの生田直之社長です。 取り調べで黙秘権を行使した生田社長は、合わせて205時間の違法な取り調べが行われたなどとして、国に対しおよそ1100万円の損害賠償を求めています。今日の裁判で弁護側は、検察庁を敵視するってことは反社、反社会的勢力やなどといった取り調べ内容を示した上で、検事の行為は拷問にあたる行為に他ならないと主張しました。 これに対し国側は争う姿勢を示しました。